初めての就職活動なら DYM 就職、履歴書作成から面接対策までマンツーマンで手厚くサポートいたします。詳しくは概要欄をご覧ください。美人が受付にいた方が何かと丸く収まるんじゃない？あれじゃない？会社の受付ってなるとさ、会社のまず窓口になるわけだから顔ね、まあ、印象を、みんなるお悩み相談所イエーイということで、今回も応募フォームからいただいたお悩みに相談を取っていきたいと思っております。かしこまりました、はい、今回お悩みが来ているのが20代女性コンサル企業の方からなっておりますということで、杉崎さん、違う、森崎さん、森崎さん、おお、当てる、合ってます。そう、森崎れなさん、ともみです。森崎ともみさん、はい、はい、あのお悩み読んでいただけますか。はい、なぜ会社の受付は美人しかいないのでしょうか。私の会社では女性事務員が当番制で受付を担当するのですが、基本的にビジュアルがいい人しか割り振りされません。私はお世辞にも可愛いとは言えないビジュアルなので、受付業務から外されている気がします。正直受付業務はただ座っているだけなので楽そうなので羨ましいです。受付が女性だけというのも違和感ですし、男女限らずに全員が平等に受付をやるべきだと思います。これって顔面差別ではないでしょうか。顔面差別でしょう。私思うんだけど、よくさ、水商売でもさ、ただ酒飲んで人と喋ってさ、簡単そうで楽そうな仕事ねってよく言われるけどさ、そんな簡単でさ、楽な仕事じゃないのよ。座って楽そうでって言われるかもしれないけど、もしかしたら大変な部分が見えない部分であるんではないでしょうか。でも受付を男性がアサインされないのはなんとなくさ、あ、男だからだなっていうのでさ、傷つかへんけど、同じ女性やのに自分だけアサインされないっていうのって傷つかん。それってもうブスですって言われてるのと一緒やんか。だから自信持って自分はモテると思ってたのにブス扱いなんだってなるやんか、うん、それで言ってたアナウンサーよね、女子アナなんだ、あれも顔面採用でしょ。ブス見たことないもんだ。でもみんなね、女子アナはね頑張ってるよ。普通に可愛いだけでやってる子かと思ったら、イントネーション辞書みたいな持ち歩いて、そこにボフセンがビヤーってなってて、頑張ってると思うんだけど、すごいよ。でもブスはアナウンサーにもなれないって話でしょ。そう、まあ難しいだ、確かに。でもやっぱり美人が受付にいた方が何かと丸く収まるんじゃない。あれじゃない、会社の受付ってなるとさ、会社のまず窓口になるわけだから、顔ね、まあ、印象を、うん、やっぱりアナウンサーっていうのもさ、やっぱテレビに映る仕事だしさ、伝えなければならない会社の顔っていうのがさあるから、そういうところなのかしらね。確かに、ブスって言ってもほんまもんのブスと改善の余地ありブスおるやんか。多分ほんまもんのブスって結構少ないね。綺麗にね、メイクして髪の毛して雰囲気だけでも綺麗にしてたら綺麗になるやん。例えば俺、渡辺直美さんとかすごい太ってるけどおしゃれにしてるイメージあるから、渡辺直美さんとかが受付嬢おっても違和感ないと思うねん。おしゃれ、そう、おしゃれって逆に好印象になったりね。あとあれね、変顔芸とかされる研ナオコさん、あ、綺麗だと思う。綺麗よな。ただブサイクな感じで売ってるからブサイクになってるから、まあね、だからほんまにあなたブサイクなんですかって、努力が足りない型の人なんじゃないんですかって思う。だって結構頑張ってらっしゃいますよね、お二人とも。私ですか。私はです、あんたじゃない違う。女子二人に聞いてるから、ゆきちゃんなんてすっぴんですれ違ったらびっくりしちゃう。ET に似てるって。あの時本当に似てたわって。でも仕事をしたらすごい可愛いから、だから努力の賜物なのよ。なんか私がすれ違った時にブラさんブラさんって言うと、なんか他人顔する。誰。でも努力じゃないですか、髪をきれいにするとか、服をきれいにするとか、そういうところから始めたらいいんじゃないですか。やっぱ女性はじゃ ある程度きれいにはなれるってことですか。あんまり今の時代でも男もそうじゃない。ブラスなんて見てごらんなさいよ、全部仮面外したら中から爬虫類。何でもしてるんですか。努力して人間っぽくなって。エンタリアンってさ、レプティリアンってさ
人食べるんだよ。レップじゃない。怒らせちゃダメなのよ。しかもね、食べる時にね、恐怖を与えることによってね、美味しくなるのよ。ほら、今見た。今見た。目立てんこう。このネタ定期的にやりすぎなんだよ。いやないでしょ、別に。まあだから、この人が嫉妬してるのかもしれないね。まあそうですね、嫉妬から始まってる。嫉妬かもしれない。でもあなたももしかしたら綺麗になれるのかもしれないしね。綺麗は作れる、可愛いは作れる。そう、そうやって私たちは生きております。はい。私あれなんですよね。すっぴんの方が行きやすいんですよね。ET してる時の方が。誰からも話しかけられないし、電車の中でこんなことをしてても、Twitter とかにも書かれない。逆に綺麗にしてる時に遭遇されるそれな思うね。それも結局街に出て声かけられまくって困る女の子おるやんか。あれ女の子も悪いと思うね、うんうん、声かけられる感じにしてしまってるから、もっとブサイクで歩いたらやん、すっぴん、ほんまに嫌やったらこそ、そうすっぴんの方針でもしお話しするんであれば、はい、スピリチュアル来ました。全ての人間はみんな同じ同一人物です。どういうことですか。私はゆきちゃんだし、ゆきちゃんは森崎さんやし、森崎さんは慎太郎くんなのよ。そして慎太郎くんは私なのよ。みんな生まれ変わりとかあるやろ、輪廻転生みたいな、うん、あれは死んでみんなが未来に行くということばっかり想像してるけど、実は過去に行ったり同じ時間をもう一回違う人で生きたりとか、もうだから全部同じ神様の一部がみんなつながって、みんな同じ人やから、いつかあなたもなれますし、もしかしたらいつか過去にしていたかもしれません、この受付嬢を。それは伝統宗教ですか、それとも信仰宗教。信仰宗教です。私しか知らない宗教。最近の宗教です。カルト。これは本当か嘘かとかそんなん別で、そう生まれたんやからしょうがないやんという割り切らん、なんか世の中なんか自分への愛が足りなさすぎると思う。自分のこと好きじゃないから人のこと羨むんだと思う。そうだと思うよね。でも自分のことを愛さないような人間のことを他人が愛さないから結局負のループになる。自分を好きな人の方が人にも好かれる気がする。あー、悩ましいと思うことって何だろうね。なぜ羨ましいと思うのか。何かみんな羨ましいことある。羨ましいと思うのって自分もいけそうと思うから羨ましいと思うじゃないですかね。もしかしたら分かんないですけど、大谷翔平になんて嫉妬するかってもしなくないですか、行き過ぎて。こう確かに短いからこそ嫉妬するかもしれないです。いやでもそうなのかな。やっぱり本当にイケメンで高身長でさ、マッチョでさ、ちょっといいもの着てさ、私羨ましいなと思うよ。私も死にたくないと思う。だって次の人あんた死ぬの？急に何の話？思いだけ。そう、不良の事故だったりとか、自分から死のうとしたりはなくて、なぜかというと、次の人生、多分この顔よりブスに生まれてるし、もうちょっと不幸に生まれてるかもしれないって考えたら、今の人生ってめっちゃ幸せじゃんって思うんですよ。だから、死にたくありません。それは誰もそんな、みんな死にたくない。僕は死にたくない。だから持ってるものをもっと見つけようしたらってことですね。でも、なぜか持ってても、その人が全部持ってることはないやん。結局その人が持ってないもんを自分が何か持ってるんやろうから、それが何なんやろなっていうのを一回探す思考になってみたらいいのに。達也だってさ、この人は男に不自由しないんだろうなって思うけど、その人からしたらいいな、 YouTube で働けてみたいな感じで思ってるかも。ないものねだりですよね。ないものねだり。でも私男に不自由しない方がいいんじゃないか。YouTube でなんかやるよりも。でも男に不自由しないで生きてたらもう退屈になるよ、多分。もうだんだん不自由するぐらいが楽しいんじゃないの。でも私は本当に YouTube やってなかったらみんなにも会えなかったし、僕に喋ってね、お金ももらえるようなね、私は本当にこんなんで本当にお仕事いただけて本当に感謝をしているというふうに思っておるのよ、本当に。本当に皆さんのおかげだと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。